ここ東京には活躍の割に知名度が低い戦国武将がよく通うというキャバクラがあるんだとか。今宵も誰かわからない武将が来ているご様子。レイナさんです。どうもこんばんは、レイナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、さてとか、さて、うん、失礼します、何飲みます？人狼。人狼、はい、来ましたお客さんは戦国武将の方ですよね。あれ、分かっちゃった？分かっちゃいますよ。だって入ってきた時からオーラが違いますもん。なになに、名前は何て言うんですか？斎藤道三です。もしかして、あの三木道三の先祖の方ですか？いや、あの、それ道三で、私は道三ね。あの、一生一緒にない方だからして、私は。あ、違う方？そうなんだ。まあ、でも嬉しいね、うん、オーラがあるなんて言われてさ。あるある。いやいやいや、私ね、こう見えてもね、実はね、あの、武士の家系じゃないんで。そうなんですか？そう、いわゆるね、下克上でもって大名になったんだよね。私の親父はあれだよ、もともと僧侶で、私は若い頃ね、油を売ってたわけだから。へえ、そうなんだ。そうなんだよ。油を売ってたっつったってあれだよ、無駄話をしていたわけじゃないんで。すいません、ちょっと分かんないです。分かんないか。父さんさあ、ごめん、父さんさんってちょっと言いにくいんで、うん、そんなでいいんじゃない、そんなでいいんじゃなかったのよ。ごめんね、直さなくていいのなんだよ。父さんさんって言いにくいんで、父さんでいいですか？あ、そう、うん、別に構わないけど、斎藤さんでもいいんじゃないのかな、それ。やっぱりすごいですよね。何が？うん、下克上とかって、下の人が上の人を倒すことを下克上っていうんですよね。そう私はね、下克上の代名詞って言われてたから。お、出た代名詞。イエイ、バケバケ、イエイ、イエイ、イエイ、面白い、面白いだろ、わあ、イエイ、飲んじゃう。そのままでよかったのに、片ひも何直しちゃうんだよ。そう、お酒作ってお酒早く。ごめん。私あれだよ。何？もともとね、長井家の家臣だったの。ああ、そう。で、その長井家を乗っ取っちゃって。乗っ取っちゃって。で、長井家が仕えていた、これ斎藤家も乗っ取っちゃう。乗っ取っちゃった？そうなのよ。で、最終的には美濃を治めた時ってやつをこう追い出して、二度一刻を乗っ取っちゃうわけだから。乗っ取りまくりだこの野郎。いやいや。乗っ取りに乾杯。わけわかんねえけど燃えてきたこの野郎。楽しいね。酔ったね、これはね。酔っちゃったんそう。私はね、ミノのマムシって呼ばれた男だよ。マムシとかってエロいな、どうさ。いえ。手つきもエロいもん。カプッといっちゃうぞ。あんな手つきは。マングースよってこいこの野郎。カプッといっちゃうぞこれ。はい、ポッキー。なんで。はい、持ってね。が得意なの？それはね、うん、人を見る目があったからだよ。うん、やっぱ見る目だよね。そうなんだよ、うんうんうん、誰と組んだらいいかなってことは常にこう考えてるよね、うんうん、あれだよ、織田信長いるじゃない、うんうん、あいつの才能を見抜いたのが最初だからね。マジで？マジだよ。すごいじゃん。周りはね、うつけだうつけだうつけだしてんだけど、とんでもねえこの野郎。でもね、どうでもね、あいつは天才だぞっつったの私だからね。おー、すごい、すごいだろ。イエイ、バキュンバキュン、バキュンバキュン、バキュン、バキュン。それでそれでやってくんねえのかよ。なんだよ、それで結局、うんうん、私が認めたから、うん、じゃあ娘あげましょうっつって嫁がしちゃったんだ。暑いな、どうさん。暑いね、暑い、脱いじゃうか。脱いじゃえばやん。ここは大丈夫かな。ここは大丈夫、気持ちの方が暑いってことね。これ、うん、締め入りました。あ、やだ、早いね、暑いの、ほんと。ねえねえ、ごめんね、なんか締め入っちゃったみたいだから。ありえねえ、なんだよ。はい、これ私の名刺です。どういうこと？もっと今度ゆっくり喋ろうね。その時は、あの、来た時は指名してね。そんなでいいんじゃないの？ごめんね。はい、じゃあバイバイ、またね。そんなでいいんじゃないの？ちょっと全然話してみたから話噛み合ってねえんだよ、お前。あれ、なんか痩せた？むしろ太ったけど。あれ、全然わかんないよ。ありがとう。あれ誰？戦国武将？うん、道さん？あ、道山じゃないんだよ。ウケる。今日アフターでカラオケ行かない？行く行く、歌っちゃう、道山。歌わないもん。なんだっけ、どんな歌だっけ？あのさ、
君あの大河ドラマとか見る？ああ見ます見ます。俺結構大河好きなんですよ。あの国取物語って見たことある？ちょっとわからないですね。そう、司馬遼太郎原作ですっごい面白いのよ。マジっすか。今度チェキっときます。チェキっといて。つか俺主役だからすっごい面白いの。今度チェキっときます。チェキっといて。美濃の戦国大名斎藤道三。